パリメトロ6号線、パリメトロ6号線、パリメトロ6号線、リニュー 6DU、メトロでパリは、パリ交通公団、ラトップの運営するフランスパリのメトロ、地下鉄路線の一つ。パリ市西部のシャルルドゴール、イコールエトワール駅と東部のナシオン駅を結ぶ。ほぼフェルミエージェネロの城壁跡に沿って、パリの南半分を回る、半環状路線である。6号線の西部と南部は、 パリを一周する環状路線2号線の一部2号南線として計画された区間であり、1900年にパリで2番目のメトロ路線として開業した。本来の6号線はプラスディタリーナシオン間の短い路線であった。2号南線は5号線に編入された後、1942年に6号線に移管されて現在の姿となった。6号線は 西武川の橋、2カ所をはじめとして、全線の半分弱が道路の中央に設けられた高架線となっている。高架線の割合は、パリのメトロで最も高く、特にビラケム橋からは、エッフェル塔を間近に見ることができ、観光客などに人気である。6号線は、開業時は、鉄車輪、鉄軌道だったが、1974年にゴムタイヤを利用した。 速報案内機上式鉄道に転換された。階層や分岐器部分での案内のため鉄のレールも残されている。6号線の西端のシャルル・ド・ゴールイコール・エトワール駅はシャルル・ド・ゴール広場の地下にある。駅はラケット状になった線路の途中にあり、ナシオン行の列車は西向きに発車する。シャルル・ド・ゴールイコール・エトワールからは南南西に進み、 パッシー駅付近で南東に向きを変えて地上に出、ビラケム橋の中央に設けられた高架線でセーヌ川を渡る。そのままパスツール駅西方まで高架線で進み、モンパルナス地区では地下線となる。モンパルナスイコールビアンブニュ駅の東では、超高層オビルトゥールモンパルナスの地下街を貫くように線路が通ってる。サンジャック駅で再び地上に出て高架線となり、 北東寄りに向きを変える。プラスディタリー駅の前後は地下となるが、すぐに再び高架となり、ベルシー橋中央の高架線で再度セーヌ川を渡る。ベルシー駅西方で地下に潜った後はほぼ地下線で、あるが、ベレール駅のみは地上駅となっている。東端のナシオン駅もラケット上の折り返しとなっており、シャルルド・ホールイコールエトワールからの列車は東側から駅に入る。 1898年のメトロ整備計画では、6号線、海線は、環状路線2号線、B 線のプラスリタリーナシオン間を短絡する路線とされていた。2号線は、エトワール、ゲンシャルルドゴール、イコールエトワール駅プラスリタリー間は、原6号線と一致し、プラスリタリーナシオン間は、オステルリッツ駅、リオン駅を経由することになっていた。 あとに2号線の環状運転計画は取りやめられ、南半部は2号南線として分離されることになった。建設は西側から始まり、まず1900年にエトワール・トロカデロ間が開業した。開業はパリ万国博覧会の期間の終わり近くであり、トロカデロはその会場の一つだった。その後東へ延伸され、1906年にはプラス、ディタリーに達した。 1907年には2号南線は5号線に編入された。一方本来の6号線区間は1909年にプラスギタリーナシオン間が開業した。以来5号線がエトアールプラスギタリー機体機、6号線がプラスギタリーナシオンという状態が続いてた。1931年、バンセンヌの森を会場にパリ植民地博覧会が開催されると、 パリ南部各地から万博会場へのアクセスを便利にするため、6号線の列車は5号線に乗り入れて、エトワールナシオン間で運された。これは、万博会場へ通じる8号線へは6号線のドーメニル駅で乗り換えることができるが、5号線から8号線へ直接乗り換えようとすると、オペラ駅まで遠回りしなければならないためである。なおこの時5号線の列車はプラスディタリー。 期待期間に短縮された。万博が終わると、両線の運行形態は元に戻った。1942年、5号線の北東部郊外のパンタンへの延長に合わせて、エトアールプラスディタリー艦が6号線に移管され、現在の6号線の形態が定まった。1974年には、軌道が鉄レールから案内機情方式に改められた。これは、 広角感が多いため騒音を減らすことを狙ったものである。パリでは1956年の11号線を、川切りに1号線、4号線が案内機上方式に転換されていたが、既存路線の転換は、これが最後となった。1974年の案内機上化に伴い、ゴムタイ屋敷の MP73 が投入された。両編成で1、3、 5両目が電動車である。経営50編成が在籍している。車両基地はプラスディタリーにあり、駅の西側から5号線への連絡線を経由して入線する。大規模な検査や回収作業は1号線、シャトード番線の上駅の東にある、ホンテネ、ホンテネ両基地で行われる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。